どうも、エルザです。それでは、ウォッチドッグスレゲンをやっていきたいと思います。さて、今回は、キルボックスやっていきたいと思うんですが、一応この辺りらしいんだけどね。なんかちょっと違う感じだね。これ、下降りれるのか。まあでも前回やってね、まさか裏切りとかってか、あの殴られてたの劇っていうのがすげえな。これはどうやって、長引かせれば状況が悪くなるだけだぞ。あー、この下かな。懐かしいな、なんかこういうところ来た記憶あるな。行方知れずの友人を発見しました。すぐに拘束を解いてセーフハウスまで送りましょう。さあ救出。あれ、助けてくれ。大丈夫か。ああ、平気だ。やはり外はいい。欲を言えばすぐにシャワーを浴びたいがな。よし。素晴らしいですね。戻り次第まっさらな替えの下着を用意します。それではトラファルガー広場に人員を送るとしましょう。ああ、決着をつけよう。さて、ここか。まあファストトラベルで大丈夫そうだよね。よし。エマチャイルドからです。そちらも着いたようだな。では計画の確認だ。カナダが広場の向かいのオフィスを貸してくれた。おかげでよく見える。準備は万端だ。さて、ではこの後の流れだ。4人の狙撃手が配置についている。ここ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 だ。マリクの居場所を特定しろ。奴だと確信したら眉をかけ、それが合図になる。その後は2つ数えてしゃがめ。そうか。その後で俺のことも殺さないという保証は。お前たちが切れた時にどうなるかは知ってる。こちらの邪魔をしない限りは私も邪魔をしない。どうだ。よし。でもどこにいるかってところだよね。これすげえな。はあ。ここか。こんなところで待ち合わせか。班長、状況は？マリクの姿はありません。デッドセックは射程範囲です。まだ撃つなよ。くそ。やつはどこだ？すごいな。気に入らねえな。まったくだ。慎重しなければフィラメント端末もない。長期戦になりそうだな。バグリー、手伝ってくれ。ロンドンの全市民に高性能監視機器の着用が義務付けられていれば話は早そうですね。オプティックをハッキングしてください。どこかにマリクが映っていないか調べます。わかった。オプティックは、
マリクの姿が映っていないか彼らのカメラを調べてみます。さあ一人目はどうだろう。彼を発見しました。ゴミ箱横です。デッドドロップを置こうとしているか食費を浮かそうとしているかのどちらかでしょうね。一体どうなってんだ。クソ、マリクは洗浄しただけかもしれないな。監視の目をそらす常套手段だとすると、あのデッドドロップには2つ目の場所が記されてることになる。こっちに気づいたのか。いや、本物の脅迫だと判断すれば奴なら姿を消すはずだ。調整する間にスナイパーの用意をする。うわ、神様。さあ仕切り直して、いて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 、いや、そりゃ攻撃してきたらね。パトロール隊を動員して。ちょっと離れよ。いや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 、目標の停止を試みる。あ、危ない危ない。実弾なんだよな相手ね。よしよしよし。はあ、武装がすぎるんだよな。これより引き返す。まあこれでさっきの人は味方になるだろう。さあ次はデッドドロップを手に入れろと。これか。何が起きてるんだ。この私がキャスのような間抜けに出し抜かれるとでも思ったのか。会合を記録するよう言ったのは私だ。そうエマに報告されたものまで含めてな。執行機関はすでにお前たちの詳細を掴んでいる。死にたくなければ地面に伏せ、手は頭の上だ。いや、そりゃ無理だな。いやいや、勘違いするな。そのままだと破片が当たるぞ。そう、来たか。逃げるのが一番だね。とりあえず車車。やっべえことになってるぞ。乗せろ。よし。はあ。さて左が来てる。でも一生とおい、
これはやばいね。さあ通り過ぎて、了解した、目標の車にぶつける。よし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 、混雑したね。被疑者を確認できる者はいるか。やっば、すまん。これやばいね、全く切れないね。これは長いぞ。あーどうしよっか。すぐ前から来るんだよね。右車に検問を突破された。本部、被疑者を目視で確認。いや、すぐ見つかってるんだよね。被疑者のビークルにぶつけて止めるぞ。さあどうするか。これはイタチごっこだね。了解、被疑者のビークルにぶつけます。目標を追っている、オーバー。いやーめちゃくちゃ来たよ、遠くまで。よし、とりあえず一回降りて、仕切り直ししないとな。本部、目標を追跡中。切れるんだけどその後がねって感じだね。いつも以上にやばいね。タイヤがパンクしています。可能な限り迅速に修理しています。追跡もこれでしまいにしてやる。そうか、タイヤのパンクを狙われると。本部、現在被疑者を追跡中、オーバー。これやべえな。どうする？タイヤがパンクしています。可能な限り迅速に修理してください。さてこの辺りでどっか通行止めでもいいからないかな。マジで今回追跡やべえぞ。本部、被疑者を追跡中。タイヤがパンクしています。可能な限り迅速に修理してください。
はあ。突然指名手配されたんだけど、どういうことかな。私本当に何もしてないよ。こっちも同じだよ。どうなってんの。マリクは嘘をついていたわけではなさそうです。今やあなたたちは大衆の敵その1、その2、その3ですね。やられたな。バグリ、全員をセーフハウスに集めてくれ。はあ、大変だった。めちゃくちゃ逃げるの大変だった。さあ、キルボックスクリア。と次はマリクファイルか。ブリーフィングね。あー、めちゃくちゃ大変だったわ。さあ、どういうことだ。これはデッドセクへの伝言だ。ジャードマイクは何らかの方法で私を殺害しようとしている。奴に会ったら伝えろ。私はカナダハウスは一連の爆発によって無残に破壊され、デッドセックの一員として知られる人物がエリアから脱出しようとする姿が監視カメラに捉えられました。 SARS の反テロ対策局長であるリチャード・マリク氏が次の声明を発表しました。現在は世界中の関係組織に対しデッドセックへの警戒を促しています。彼らはまさに脅威です。彼らはレジスタンスではありません。ではデッドセックとは複数の国にまたがるテロリストのグループです。今後我々は協定を結んだ5カ国の友人たちと共に。お分かりいただけましたね。やられたらやり返す。あの野郎を叩き潰してやる。おすすめはできませんよ。マリコを見つけるまで生き延びられる可能性は限りなくゼロです。彼もそう考えています。もう先手は打ってある。バグリ、やっちゃって。うん。勝者を吹き飛ばすには賄賂や潜入チームが必要で書類の痕跡が残ります。これをマリクファイルと呼びましょう。これからSARS本部に押し入りますよ。書類を盗み爆破犯がマリクだと証明します。運が良ければゼロデイの詳細も判明するかもしれません。ミッションリストを更新しました。いやー、してやられた感があるな。それともう一つ、現状ではマリクがゼロデイと爆破事件の一番の手がかりなのは分かってるけど、恐ろしく危険な相手なのは忘れないで。生け捕りにしようなんて甘い考えは捨てな。そこまで危険を犯す必要はない。ですが見方を変えれば、マリクがゼロデイと爆破事件について握っている情報は一人員の健全な状態よりも価値が高いということです。マリクはゼガヒでも生け捕りにして尋問する必要があります。いやー、また本部に殴り込みか。ちなみにここね。はい、ということで今回ここまでとなります。ちょっと今回キャラ変えてたけど、わー、カーチェイスほとんどだったね。いやいやいや、まあでも次回はちょっと仕返しに行こうか。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。